いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。乗ってりゃ楽勝だろ。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。生きられるなら勝者だけ。かっさばいてやる。次これで本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。出口まであと少し。一か八かやってみる。まずは旧市街地を抜ける。感謝する。総員進め。蹴散らしてやる。邪魔しないで。狙う。遅れだった。本体は迂回ルートに移った。救援要請まだだ。違うぜ。あ、ミカサ、瓦礫で道が塞がれているの。砲台で崩せそうだけど巨人が邪魔で。私がみんなを助ける。抜けられる。ありがとうミカサ。私も一緒に行っていい？ミカサかっこいい。次かっさばいてる。あっちは苦戦してるのかよ。邪魔しないで。えっ、僕は
道に積もった瓦礫を砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。分かった。進軍ルートが確保できた。さすがミカサ、任せて正解だったよ。お前が死ぬけば楽できそうだ。さすがは首席のミカサ様だ。あっちは追い詰められてるみてえだ。連携して作戦を続けるぞ。かっさばいてやる。出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。勝てない。飛行士直接倒すしかない。飛行士捕らえた。頼んだ。分かったよ。これで無事に旧市街地を出られる。ここからが
壁外遠征の本番。